今日は私が大阪でほんまにおすすめなカフェとかレストランをご紹介するので、ぜひご覧ください。チカチューブ。まずご紹介させていただくのが、心斎橋から徒歩10分のところにあるこちらのお店です。フィナンシェをメインにした焼き菓子専門店で、プレーンや発酵バターの他にチョコやアールグレー、ヘーゼルナッツなど、どれをとっても美味しそうなフレーバーばかりで、ついつい買いすぎてしまいます。個人的にはこのフィナンシェをトースターで少し温めると、外がカリッとして中はしっとり、バターの風味がしっかりしていて、焼き菓子なのでお土産やプレゼントにもおすすめです。何種類か気になるフレーバーを試したんですが、私はプレーンが一番好きでした。松屋町から歩いて10分のところにあるあんずさん。住宅街みたいなエリアにひっそりあるんですが、外観も緑がいっぱいで、店内も落ち着いた雰囲気で、時間がゆっくり流れている素敵なカフェです。ここのチョコレートのタルトも美味しかったんですが、カヌレがめっちゃ美味しくて、お持ち帰りもお願いしました。他の焼き菓子などもまた試してみたいと思います。バーみたいな大人な空間のシェルフは、谷町4丁目駅から徒歩5分のところにあります。北浜でいつも大人気の元コーヒーの2号店みたいで、ほんのりラムが効いたティラミスは絶対食べてほしいぐらい美味しかったです。店内もシンプルで洗練された空間が素敵でした。堀江にあるグランノットさん。コーヒーが自家焙煎でめっちゃ美味しくて、店内も広くて作業もしやすいので、もうこのお店を発見してから何回も行かせてもらってます。お豆もいろんな種類があって、今回はオリジナルブレンドを買って帰りました。堀江にあるので買い物の後とかに寄れるのも便利です。次は天満橋にあるたわにこさん。たまたま通りかかって見つけたんですけど、お店がオープンする前から人が並んでました。タルト生地がサクサクで、季節のフルーツとクリームの相性も絶妙で、どれを食べても美味しかったです。心斎橋にあるこちらのカフェは、和の雰囲気がとっても心地よくて、陶器にもこだわりがたくさん詰まっているので、お皿好きの人にも楽しめる空間でした。次は本町にあるドットカフェさん。ミシュラン星付きのフレンチレストランディファランスが手掛けたカフェで、季節ごとに変わるデザートメニューが、そんな組み合わせあるんやってなるんですけど、どれもさすがすぎる美味しさでした。これはエンドウ豆やそら豆が入ったデザートの上から、目の前でメロンのシャーベットを削ってもらっていただくデザートです。メニューも手書きで、たくさんこだわりの詰まったデザートは、ぜひ他のものも試してみたくなりました。長堀橋から徒歩5分のところにあるイタリアンのお店、食堂ルタさん。ランチのコースがスープ、前菜、パスタ、デザートで、時間がゆっくりある日のランチにぴったりのお店です。ここのスープが彩りも鮮やかで、味も素材の味を生かした優しい味で、一人で5杯ぐらいはいける美味しさでした。人気なので予約必須のお店です。次はアサドールロカさん。これは動画できてから発覚したんですけど、ディナーしかやってなくて、でも秘密にしときたいぐらい好きなお店の一つなので、ぜひ紹介させてください。北浜にあるスペイン料理のお店で、なかなか予約が取れなかったんですけど、予約が取れへんのが納得すぎる美味しさでした。一品一品お料理の見た目も味もすっごく美味しかったんですけど、最後のチーズケーキが絶品で、ホールで食べたいぐらい美味しかったです。次は中津にあるみくりさん。季節ごとの旬の食材を使うお膳は、栄養バランスもしっかり考えられていて、2週間ごとにメニューが変わるので、またすぐに行きたくなるお店です。ランチはこんなに品数もあって1200円というコスパの良さで、予約も事前にオンラインでできるので便利です。
そんな感じでカフェの紹介は以上です。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。